毛利リ元は、長州藩11代藩主。第7代藩主、毛利リ成シゲである、毛利七カチの長男で、第10代藩主毛利リー・氏の養子。完成6年3月24日に、萩城下八丁邸にて出生する。一門屋家の福原坊淳の養子氏となり、文化5年9月1日、養父と同じく藩主、毛利リー・坊の変記を授かり福原坊正と名乗った。 同文化11年に通称として、男女と名乗った。文政2年8月、いとこで藩主の毛利仁志博士の実施安三郎が、幼いため、つなぎの当主とすべく、福原家から、藩主家にもらい、返されて、通称を式部、なお、毛利教元に改めた。同年文政2年9月に、蔡博士の養子氏となり、四品に助任して、式部大輔に任じられ、文政三年に、 宮内大輔に展示、文政4年二4位自重となる。文政7年2月27日の蔡広氏の隠居により後を継ぐが、文政12年に14位左この絵少将になる。将軍、徳川家成からの返記を受けひとしもとと解明する。天保6年12月26日十4以上に、除任されるが、翌天保7年5月14日に、養父の蔡広氏が死去する。 同年6月12日には後世に震災の大水として語り継がれる大洪水が起こり実施の名をのしんだがいた萩城下の南園亭が大破し城下の3分の2が浸水,溺,水溺死者約200人に上るなどの被害を出す同天保7年9月8日に蔡広氏の後を追うように死去した去年43後を継いだ毛利成長は同年のうちに亡くなり 実施の乗り明がその後を継ぐことになる。父が部屋積み身分で自身も家臣福原家からもらい、返されて毛利宗家を継いだ経緯があるためか、万事に控えめな性格で実験は養父蔡広氏が握り、終始中継藩主のままであった。教科を好んで四角部の真顔に指示し、柳桜亭花なり、龍花亭冬清水垣、尽くして。 わけゆうたけなどの競合を持ち、下作者さん東京さんの次女、慶が次女から側室となり、後尾名、神野城を生んだ、毛利京元時代、毛利ひ元時代、ありがとうございます。